V7 風滝風人です。11月27日日曜日午後2時です。真上には青空、前方には冬の雪雲が流れています。今シーズン最後のライド、短い時間になると思いますけど、楽しみたいと思います。今からここを曲がるともみじ山通りっていう、この右手の上の20メートルもあるでしょうかないでしょうか、この山がもみじ山という山で、でここから伸びているのがもみじ山通りという通りです。上空には雪雲、雪がぱらついてきました。この街路樹に真っ赤に、ついているのは七かまどの実です。冬になっても七かまどの実が真っ赤に残っていますね。そして両側にあるのは白川の並木です。札幌市の市街地、ほんのちょっとだけ外れただけで、こういう道が続いています。さあ冬空の下のラストライド、どこまで行けるでしょうか。安全第一で行きたいと思います。はい、この標識読めますでしょうか。これ花あぜと書いてバンナグロって読むんですよね。花と黒でしょうね。バンナグロバラト通り、北海道は、難読地名が多いので有名ですね。もともとアイヌの方々が住んでいた土地ですので、地名もほとんどアイヌ語なんですよね。それに、を日本語にの無理やり漢字をはめたもんですから、ああいう難読なものがいっぱい出ます。さて、映りますでしょうか。あられやみぞれが降ってきましたね。北海道も実はすごく広いんですけど、この札幌は日本海側です。で冬になると、ほぼ毎日このような曇り空、そして、晴れることはほとんどなくて、雪が降るということになります。今日も降ってますね。今日がラストライトです。で今寒暖計、この雪風号の寒暖計が5度を指していますが、まあ、止まったりするとエンジンの熱で、表示上がってきますので、実質は4度とか、3度とかぐらいだと思います。はい、で、まあ、実は北海道は寒くなったらあっという間に、ガーッと気温低下のペースが早いんですよね。それで、雪が積もってもう乗れなくなってしまうので、実は北海道のライダーって極寒の中を走り続けるってことは、雪の中でも走る超一部の猛者を除けば、ほとんどないんですよね。でむしろ、本州の降雪地帯じゃない、本州以南のですね、降雪地帯じゃない、地区に住んでるライダーの方が寒さ対策としてはしっかりしてるんじゃないかと思います。今、まあ、4度なんですけれども、まあ、私前にオンボロライダー剣山っていうですね、動画を載せたんですけども、まあ、今年還暦60歳になりまして、冷え症 ですごい頭痛持ちなんですよね。で頚椎ヘルニアも持っていて、大昔 その交通事故の後遺症で、まあ、腰椎と頚椎がずれててですね、すごく痛むとで体を冷やすともう頭痛が激しくなって全く動けなくなるっていう、そういうものなので、寒いところ走るときに体を冷やすのはご法度なんですよね。で今日今4度の中で走ってますけど、一応ですね全く寒さは感じることなく走っています。グローブだけ防寒グローブでなく3シーズン用の革のグローブですので、ちょっと手が冷たいですけど、それ以外は全く寒さを感じていません。もっと寒くなってきたらこのグローブも防寒グローブ今持ってますので、変えたいなと思っています。で、私のこの冬用の装備ですけれども非常にチープな仕上がりになっております。まず下着なんですけれども、ユニクロの超極暖のタイツに、超極暖の長袖丸首シャツですね。でその上にズボンとしては、串谷のエクスプローラージーンズライドを履いています。で、さらにその上から、もう20年以上
です前に買った、フェニックスのスキーズボンを履き、でその上から、ホームセンターで買った、カッパのズボンを履いています。まあ、これで下半身は全く寒さは感じませんね。で上半身は先ほど申し上げたユニクロの、超極暖の上に、もう30年以上着ているダンガリーの綿シャツ、その上に、ユニクロの薄手の、安物の、ダウンベストで、その上から、ユニクロの安物のフリースジャケット、そして、その上にあこれだけは高いですけど、ペアスロープ製の、ウィンターフィールドジャケット、冬用の中綿入りのジャケットですね、それを着て、で最後に、その上から以前あの動画を作りましたモンベルのストームバイカージャケットを着ています。で首元にはあのネックウォーマーを巻いています。薄手のやつですねを巻いています。これで、寒さは今のところですね、もっと走ると冷えるかもしれませんけど、今のところ、全く感じることなく走ることができています。あとは路面凍結に気をつけながら、凍結しているような素振りでしたらすぐ帰りたいと思っています。もう年も60ですし、冒険して転倒とか、そういうことはやっちゃいけない年齢ですね。気をつけながら走っていきたいと思います。先ほどみぞれが降ったので、道路脇にはさっき降った雪が残っていますね。路面は溶けて水になっていますけれども、路面温度も低くなっているかと思います。気をつけていきたいと思います。はい、石狩川にかかる橋を渡っています。大きいですね。北海道で一番大きい川です。右側には、鉄道の鉄橋がかかっています。その脇にあるのは高圧電線ですね。とうとうたる流れ石狩川、もう少し走ります。V7 一過瀬滝和人です。いつもご視聴ありがとうございます。今日は2022年11月27日日曜日、今は午後3時半です。北海道はもう3時半を過ぎると暗くなり始めて、もう夕方の気配がします。今日は今シーズン最後のライディングを、道道527号線から海へ抜け、岸沿いをこの石狩川の河口までやってきました。
ここは北海道で一番大きな川、石狩川の河口です。向こう側に、河口の灯台が見えています。さあ今年の、この雪風号との旅も、今日でおしまいです。明日から、元口の V7 この雪風号は、長い冬ごもりに入ります。また雪が溶けたら、来年の4月頃から、また来年の旅を始めたいと思います。今年度もご視聴ありがとうございました。また来年度もよろしくお願いいたします。冬の間は、撮りためていた動画を編集したものや、あるいは、グッズなどについて、細々と動画をアップしていきたいと思います。新しい動画、新しいライディングの、そのレポートはできませんけれども、冬の間もどうぞ V7 雪風を、引き続きよろしくお願いいたします。